ちょうど1年ぐらい、1年じゃないな、夏ぐらいに僕が別で知り合った門馬さんというシンガーソングライターがいたんですけど、その人と、まあ、偶然というか、まあね、出会って、それでその方が自分のオリジナルを書いて、それを CD にし、世に出したいということで、ギターのアレンジを担当させてもらったんですが、その時に結局レコーディングは僕が弾くことになってっていうね、あの流れで行ったんですけれども、結局 CD はレコーディングされましたが、ちょっとね、門馬さんはちょっと野暮用でちょっとね、今ちょっといないので、この曲ね、すごいいい曲なので、ちょっとね、いろんな人に聴いてもらえて、僕が歌うのは本当はないんだろうと思うんですけど、門馬さんの気持ちになって一曲、日本語の曲を歌にさえできない曲です。それじゃ歌にさえできない。
時を超え夜空を走ってあなたの想いに応えたい私でも誰に届けるの君の思いさえ届けよう終わりだ私に乗せてあなたの想いを届ける愛する人だけにThank you.